久保さん、ロッキー4ですかロッキーね、あんま見てないんですよね。昔久保さんから送ってもらった、あの、ラグビーのリメイク版、良かったですね。泣きましたけど。ロッキーのでも歌って、なんか BGM いいっすよね。うーん。そう。うーん。なんかあの、なんだ。 いつだ、あの、昨日かな昨日ですね。あの、熟成さんがまた、なんか、ベンツ買いました、みたいなね。報告いただきまして、ベンツ買うみたいな。じゃあ、対談お願いします、みたいな。来週ちょっと対談するんですけど。まあ、あとなんだそう。あの、僕の熟成さんの、あの、娘さんが、なんか、中1でバレエのレギュラー取ったみたいな。継続は力ですね、みたいな。 まあ今日は継続にしときましょうか。継続で。まあね、6期も継続してますけどね <laughs>。やっぱね、まあずっとなんかやるっていうのがね、あの、大事だと思いますよ。うん。継続しか力にならないというか、まあ中途半端で、うん、やめてたら、何も身にならないし、多分何も習得できないと思うんですよ。ほとんどの人が多分ね、継続してないですよね。 継続していれば力になるし、継続していれば力になるからこそ、あの、もっと力、うん、まあその力でいろんなことはできるんだけどね。でも継続してないから力がない。力がないから、また力を探してなんかいろんなものを、あの、なんだ、あっち行ったりこっち行ったりとかするっていう。 だ一つのものにフォーカスするっていうのが大事だと思いますね。まあ、僕も、あのー、ね、久保さんは投資に行きましたけど、僕ずっとやってますからね。<laughs> 懲りずに。本当に <laughs>。ほとんどみんな投資行くんですよ。ね。ほとんど投資行きますよね。僕ぐらいじゃないですか、この毎月商品売ってずっとやってんの。ま、さすがに僕も40からちょっと違う稼ぎ方やりますけど、さすがにね。 もうよくやったなっていう。もう6年ぐらいですか。ずっと毎月ですよ。6年毎月商品売るって多分誰もやらないと思うんですけど <laughs>。いや、よくや、や、やりましたね。まあ一応僕は40までって決めてるんで、あの、ブレないように40まではコンテンツ販売ずっとやるぞっていう。まあそれも言ってきたし、言ってきたことやってきたんですけど。まあでもいろいろこう経験できましたね。 うん、まあこれからもやりますけど、さすがにでも40過ぎてから、まあずっとね、まあ毎月毎月っていうのは、ちょっと落としてきたいっていうのがあるので、うん、いつまで毎月売んだみたいな。<laughs> まあ別にやっぱね、でも毎月やってきたんで、別に商品売るのも、う余裕の余っちゃになりましたからね、さすがに。6年ぐらい毎月売ってれば、それは商品売るの余裕ですよね、もう。さすがに。うん ま、今後は僕も投資というかお金を使ってお金を稼ぐっていうね。え、そういうのを新しい稼ぐっていう柱を、柱というか枝ですけどね。枝を作って。で、それでその枝を使ってまた木を作るみたいなね。うん。枝を使って木を作るっていう。情報ビジネスっていうのは新しいことをやったら、久保さんもそうですけど FX、FX オリガルヒみたいな。ま、そこで塾また売れるっていうね。 いい会話にもできますからね。うん、はい、継続です。いってらっしゃい。